玉都市モノレール株式会社は、東京都と沿線鉄道事業者、金融機関、沿線自治体などの出資で設立された、多摩都市モノレール製を運営する第三セクター鉄道会社。本社は、東京都立川市の運営基地敷地内に所在。略称は、玉モノレール。多摩地域南北方向の公共交通網の充実。 業務各都市間相互の連携強化を目的として導入されたモノレールである。東京都が橋脚や軌道下駄などのインフラ部分を担当。全高層路線約 93km のうち、上北大、多摩センター間が2 0 0年に1月までに開業した。多摩丘料外園部傾斜地に進出した中央大学、帝京大学、明星大学等への通学の交通手段ともなっている。 未開業の構想路線のうち、現段階では、上北大箱根ヶ崎間、多摩センター町田間、多摩センター八王子間で、用地取得が進められている。このうち上北大箱根ヶ崎間は、用地買収が進んでいることなどから、2020年1月23日、東京都から、延伸事業に着手することが正式に発表された。利用者数は開業以来、順調に伸びており、 本業の収益性を示す営業損益は、開業6年目の2005年に、黒字に転換し、その後も拡大している。しかし、事業規模に比して、土地取得費、建設費の利払い費用が膨大であるため、長らく経常損益の黒字化には至っていなかった。初期投資に伴う借入金の返済が経営を圧迫し、債務超過に陥ったことから、2008年に、 東京都などから経営支援を受け、債務超過は解消された。営業損益は2004年度以降、経常損益、当期純損益も2008年度以降黒字を継続している。建設工事に遅れが生じたことなどから、全面開業が2000年に1月にずれ込み、総工費も当初予定の2倍ほどに膨れ上がっていた。2000年3月末時点ですでに100億円近い。 累積赤字を抱える状態からのスタートであり、その後の単年度赤字額は37億円、30億円、27億円、19億円、11億円、8億円と順調に改善しているものの、累積赤字額は2006年3月末時点で228億円に達し、約22億円の債務超過となっていた。建設の遅れも去ることながら、 総工費が1100億円余りだったのに対し、資本金の額が205億円と、自己資本比率が2割にも満たないため、借入金が膨大となり利払い負担が大きくなっていた。2006年9月の東京都議会財政委員会で、玉都市モノレールが東京都の負の遺産の一つとして挙げられた。その後2008年4月に、玉都市モノレール経営安定化計画が策定され、 それに基づく財務改善策として東京都が多摩都市モノレール株式会社に対して210億円の追加出資を行うこと東京都が多摩都市モノレール株式会社に現時点で融資している約270億円のうち90億円は返済を求めず代わりに同額の同社株式を受け取ること沿線越しによる固定資産税減免の継続東京都沿線越し 金融機関による借入金の返済期間の延長、全株主を対象とする減資を行い、財務基盤が強化されることになった。上記1と2は、車両基地用地取得費用を同社が負担していたが、他自治体の軌道系、第3セクターでは自治体が負担していることから、その費用を東京都が改めて支援した形である。同年中に減資が行われ、 2008年3月31日時点で205億3900万円あった。資本金は2009年3月31日時点で1億円に減った。また、東京都から出資された210億円のうち160億円を借入金の繰上げ返済に充てたことで借入金の利払い負担が軽減され、2008年度は路線開業後初めて当基準損益が黒字を 記録した。その後の大型商業施設の開業をはじめとする沿線開発の進展によって乗車人員が大幅に増加し2015年度には当期準利益が初めて10億円を超え11億6000万円を記録した。2018年3月31日時点での主要株主と出資比率は下評の通りである。これらの株主によって 発行済み株式の98%帳が保有されている。日本小座式を採用している。この方式は大阪モノレール線や沖縄都市モノレール線などでも採用されている。駅一覧などは下記の記事を参照のこと。線形線形線102編成運転士の要請は、動力車操縦者要請書を持つた鉄道会社に委託している。11枚綴りで10枚分の価格。 全駅の券売機で購入できる。110円区間は特別割引適用区間のため、回数券はない。1日乗車券全線を1日何回でも乗り降り、できる乗車券。大人890円、小2450円。全駅の券売機で購入できる。1日乗車券と、沿線施設の入園券、入園券引換え券等がセットになった乗車券である。 プロ野球観戦セット券以外は全駅の券売機で購入できる。IC カードは全駅にて全国相互利用対応 IC カードが利用できる。2017年3月までは交通系 IC カード全国相互利用サービスに対応していなかったためパスモとスイカ以外の相互利用 IC カードは利用できなかった。車両一編成を貸し切って夏にビール列車、冬に ワイン列車と銘打った臨時イベント列車を玉物レールの主催で実施している。参加は事前申し込みで上北台を出発し玉センターでトイレ休憩の後再び立川北まで戻るコース。車内中央に置かれた超テーブルに料理が並べられ参加者は見晴らしの良い高架線を走行するモノレールからの景色を眺めながらビールやワインを味わうというもの。 両方とも大変な人気で受付開始後早期で完売する。プロフィールシグマセブンありがとうございます。